国スポの開会式に合わせご来県された天皇皇后両陛下を提灯の明かりで歓迎する式典が昨日佐賀市で行われました。こちらの会場では提灯奉迎式が行われています。たくさんの人が提灯を持って両陛下をお迎えしています。この奉迎提灯行列はご来県された天皇皇后両陛下を歓迎しようと行われたもので、およそ3500人が参加。提灯に明かりを灯し、両陛下が宿泊されているホテルへ向け歓迎の意を表しました。両陛下も参加者と同じように提灯を動かし、宿泊所から応じられている様子でした。とても良かったです。参加できて、天皇陛下からもお言葉を聞けてとても良かったです。一緒にね、振っていただけるって、同じ方向にね、こう一緒に振っていただける、あ、やっぱり私たちを見てくださってるなというふうに思いましたので、本当に嬉しかったですね。